はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。見てください、こちら。もうね、ハウス一面にパンジーと、これはビオラなんですけども、パンジーとビオラが一面にぎっしり詰まっています。大体ですね、10月の中旬ぐらいからの出荷になるんですけども、こんな感じですね。こんな感じで、ずらーっと並んでいます。まだね、株が太ってなくてちっちゃいので、まだまだ、どうかな。まだまだ出荷できないんですけども、こんな感じですね。日々、パンジービオラの管理をしています。そこでですね、今日はパンジービオラを長く楽しむためのですね、5月ぐらい前に長く楽しむためのですね、購入時期のポイントについて、プロがご紹介したいと思いますので、これをご覧いただくと、いついつ買ったらダメで、いついつぐらいからがですね、パンジービオラの買い時かなっていうのがですね、バッチリわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。実際見てみるとこんな感じですね。ずらーっと並んでます。これ今見ているのがビオラですね。ビオラは、パンジーとビオラの違いは、この花の大きさですね。ビオラの方はこの花が小さいです。2センチとかですね。このまあちょっと大きめのやつは3センチはそのぐらいの大きさになってますね。で、この辺からパンジーになります。パンジーもね、こう見ていただくと、こんな感じで、ね、花が大きいのがパンジーになります。はい、こんな感じでパンジーとビオラがずらーっと並んでいます。今回はですね、パンジービオラを買ったらダメな時期と買うべき時期のですね、ポイントをお伝えしたいと思うんですけども、まず最初にパンジービオラを買ったらダメな時期から、説明していきたいと思います。今日はですね、9月の23日、先週ですね、シルバーウィークが終わって、次の週になります。ホームセンターとか、まあ、園芸店さんよりホームセンターの方が多いのかな、見てもらうと、ラベル付きのパンジービオラがもう並んでいるかと思います。でね、これは、いらないラベルがついてるんです。こういう感じのね、ラベルとかがついてるですね、パンジービオラがですね、店頭に花がないね、こういう状態のパンジービオラが並んでいるのを皆さんですね、見られたことあるかと思うんですけども、結論から言うと、9月中のですね、パンジービオラは買ったら絶対ダメです。特に初心者の方が買われると絶対失敗してうまく育たない可能性が高いので、まあ、結論から言うと9月中のパンジービオラをですね、買ってもですね、失敗する確率が非常に高いです。春先までですね、長く持たせたいと思った場合には、やはりですね、9月だとまたですね、買うべきですね、時期ではないので、特に初心者の方がですね、パンジービオラがそろそろできたと店頭に並んでるのを見てですね、欲しいと思って購入される方も多くいらっしゃるかと思うんですけども、まだちょっと待てということで、まだ早いです。なんでかというとですね、パンジーブラ自体は春先のお花になります。寒さにはめちゃめちゃ強いんですけども、暑さにはめちゃめちゃ弱いです。9月の中旬、下旬であれば、この鳥取県ではですね、最低気温がもう15度ぐらい、最高が今25度ぐらいになっているので、比較的涼しくなってきてるんですけども、関西圏とか関東圏だと、まだまだね、夜温が高かったりとか、また九州や四国はさらに高いと思うので、そういった地域だとですね、さらに9月中にですね、苗を買って植えたとしても、高い温度にパンジービオラ弱いので、うまく生育せずにですね、死んでしまったりとか、あとは温度が高いので、ひょろひょろっと徒長をしてしまって、見た目が悪くなってしまったりとか、蒸れたりですね、してしまう原因になりますので、絶対に9月中の購入はダメです。あとですね、温度が高いとですね、パンジービオラがですね、根っこを張って養分を吸うんですけども、ちょっとこれですね、高温障害が出てます。見ますか、この葉脈に沿ってですね、このまだらに、こうまだらにですね、切る跡がついてるのが分かると思うんですけども、これはですね、おそらく高温障害で根からですね、十分に養分が、必要な養分が吸えてなくてこうなっている状態ですね。ではちょうどこんな感じで今張ってきている段階なんですけども、どうしても暑いとですね、やっぱ生育良くないので、絶対に9月中のパンジビオラは、買ったらいけないと僕は思いますので、特に初心者の方は、まあ、秋だなと思って肌寒くなってきたので、あ、そろそろパンジビオラだと思って、9月中に買われる方もいらっしゃるかと思いますけども、あとパンジービオラにとっては人間は涼しいなと思っても
暑いと感じる気温温度帯なので絶対にうまくいかないです。まあ、9月10月の頭に関しては大暗殺なでしこでしたりとか金魚草とか他のいろんなものはですね系統とかですねジニアとかそういったまだですね楽しめるものたくさんありますのでそういったものをですね9月とか8月の末からですね育てていくのはいいのかなと思います。ただこれはですね東北とか北海道はまた別になります。もう北海道とか東北はですねもっと気温が低いのでそういったところであれば問題ないかと思うんですけどもまだですね関東より南側に関して言えばまだ温度が暑いので僕はやめた方がいいと思います。じゃあですね何を基準にパンジービュラーを購入するタイミングを決めたらいいのっていうところになってくるんですけどもこれが2つ目になりますね。結論から言うとパンジービュラの生育適温がだいたい10度から20度です。なので最低が例えばまあ15度ぐらい、最高は22、3度ぐらいとか低くなってきて、一番ベストは最低が10度、最高は20度ぐらいになってくればですね、一番ベストなんですけども、だからそれを言うと、なかなか10月の中旬にはですね、厳しいかもしれないですけども、まあちょっとね、高くてもいいんですけども、10月の中旬以降ですね、ベストは10月の下旬、11月の頭ぐらいからですね、購入されるのがベストかと思います。あと、地域によってはですね、まあ、例えば九州とか四国とかであれば、まだまだですね、遅い時期でもですね、十分ですね、九州や四国に関しては、まだまだ気温が高いかもしれませんので、そういった場合はですね、週間的に方を見ながらですね、あ、今週末までまあちょっと高いなと、来週がちょっと温度下がってくるな、というのを見ていただいて、あ、じゃあ、来週の週末に買おうかなと、だいたい10度から20度の幅で最低最高が推移するぐらいになれば、若干ですね、高くても問題ないかと思う。下がっていく、温度は下がっていく方なので問題ないかと思うんですけども、だいたい最低が10度、最高は20度ぐらいを基準にですね、天気予報を見ていただいてですね、買う時期を決めていただくのがベストかなと思います。ただですね、やっぱりホームセンターさんとか、やっぱ売店さんはですね、ある程度早めにですね、商品を出すことで、あ、そろそろパンジービオラの季節だなというのをですね、お客様に感じてもらうっていうのも、まあ、販売としては一つ大事なことなので、まあ、9月の中旬ぐらいからラベル、花がついてないラベルのですね、ついたパンジービュラーをですね、売っている店舗はあるのかなと思います。で、僕たちもですね、まあ、10月の、中旬ぐらいからですね、僕のところではだいたい出荷が始まってくるんですけども、9月はちょっとですね、やっぱり温度が高くて、植えたとしても、うまくですね、根が張らなかったりとか、養分を吸えなくてですね、生育がうまくいかなかったりとか、暑いせいでですね、徒長してしまう原因になりますので、ぜひですね、初心者の方とか、9月とかに買われて失敗されてるような方とかはですね、もうちょっと遅い時期にですね、買ってみるのが一つうまく育てる方法なのかなと思います。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。今日はですね、パンジービュラの買い時についてご紹介させていただきました。もう9月のですね、下旬になればパンジービュラが店頭に並んでいるかと思うんですけども、やはりそれはですね、うまく育てる可能性がなかなか初心者の方に関して言えば難しいので、生育適温のだいたい最低気温が10度、最高は20度ぐらいの環境になる時期ぐらいからですね、購入されるのがベストだと思いますので、週間天気予報を見ながら、だいたい、まあ、関西圏だと10月の下旬、11月の上旬ぐらいからですね、パンジービュラのですね、ベストシーズンになりますので、その時期に購入されると、失敗のリスクが減るのかなと思います。また、それ以外の地域で言えばですね、だいたいその10度、20度ぐらいになるところを狙ってですね、購入されるとですね、うまく育てれるかなと思いますので、もしよかったらこれを参考にしてもらえたら嬉しいです。今日の動画を見ていただいて、いいねと思われた方は、ぜひ高評価お願いします。またですね、この園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をですね、撮っていってますので、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、よろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。また見てください。バイバイ。